生徒のみんなこんばんは。9月12日月曜日スクールオブロック、今週も始まりました。唐突な話になるんだけど、はい、ザ・ファーストテイクってあるじゃない。よく見る YouTube でね、むっちゃ見るやつ、はい、見る見る。あれ自分が出るとしたら何歌う？でもやっぱ私はジュディ・オング見せられて、あーむっちゃむずいと思うよ。もちろんそうだけど、もうあれをかなりもうなんていうの、大掛かりな蝶のような衣装で歌いたいなっていう。オペラみたいな感じなの。そうだね、結構壮大に、だからオーケストラとか置いて。いいね。あの白堀の中に思いっきり。いいね。そうだね、やりたい。あとまあ渡辺真知子カモメが飛んだ日で、本当にだからスタジオにちょっとカモメ飛ばせたり。もうこれは妄想ね。うん。でも私はもうワンチャンあるじゃんがありますから。持ち曲。うわ、っていうか、そっか、歌う曲あんのか。そうなんです。しかもソニー。そうなんだよね。可能性俺よりあんのよ。ワン、本当に。ワンチャンズ、ワンチャンあるじゃん。本当に。を、3人でだから板付きで、ケプラーみたいに歌えるんですよ。本当にワンチャンあるから。わっただだみたいに歌えるんですけど。うん、すごいよね。先輩だもんね、そう考え。だって俺より先に NHK ホール立ってるでしょ、って。NHK ホール。でしょ、はい。立ってます、実は。羨ましいね。はい。平井堅さんの次にね。いや、すごいよ。最悪な空気。大先輩。本当に。校長は何か？いやー、もう、その後には、もう話すことは何もないんだけど、いやいやいや、今はもう俺もう、やーやーやー、ブームすぎちゃって、自分の中で。ちゃがやーやーやー。うん、うん、うん。その、昨日、フジテレビでやってた、ラフ&ミュージックっていう特番の、オープニングで、松本さんと、岡村さんが歌ってたのね。うん、すご。二人で？そう、二人で。すごい。チャゲアンダースカで。二、うんうん、人のやつ。いやいや、歌ってて。で、俺、それの後ろに立たせてもらって。うん、はい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 。やーやーやーを一緒にやらしてもらったの。こぶし上げて一緒に。うん、なんか、そしたら、うん、なんかエンジンかかっちゃって、昨日のその日から。いやいやいや、スイッチ？そう。なんか、本当に、こう。え？こっから世の中変えていくぞ、みたいな。ああ、自分の曲でもないのに。で、だし、歌ってもないし。確かに確かに。ボーカルでもないし。はいはいはい。なんだけど、かかっちゃって、もう。でもやっぱパワーがあるんだろうね、あの曲にね。本当にね。しかもそのお二人が歌う。そうそうそう。すごいね、それは。だって。ああ、見よう、私。今から一緒に殴りに行こうかだよ。確かにね、そのぐらいの勢いないとね、今の世の中はちょっとね、そう、それを、お二人が、やっぱあの、フジテレビから、生で歌うのを聞いたら、もう、ばっくりまくっちゃって。もうずっと聞いてんの、それから。ずっと聞いてずっと。ああ。もう、ミュージックビデオとか出てて、アスカさんがこう、両手、こうやってんの、ずっとやってる。一人で？一人で。一緒にやってくれる人いないの？いないからさ。チャゲさんの方がいないから、俺には。俺は、どっち、二人で一人だからあれ。そうだよね。一人で二人はできないから。やろうか？チャゲさんやってくれる？ギター持って。私そうだね、チャゲだね。そうでしょ。京都だし。でしょ、そうだ。いや、まあ、違うんだけどね。京都だからチャゲは違うんだけど、でも、まあまあまあ、やるならアスカさんよ。そんな感じもするよね。わかるわかる。俺はアスカさんと。なんかバランス的に。そう、ちょっと、誰、じゃあ、だからサンバーストリークやるなら、俺と、はい。京都のチャゲ&アスカ。オファー待ってますよ、じゃあ。お願いします。練習するよ、本気で。いや、俺マジで。もう後ろ向きのアスカさんのこのか、ここから入るから。風使って。風使ってね。まあこんなのはもうただの前置きです。はい。そうなんですよ、ね。そう、我が校で、ね、毎月2週目の授業を担当してくれてる森七菜先生のスマイルのザ・ファーストテイクがアップされて、はい、1日で100万回再生いき、もう今の時点で128万回再生。すごいね。もうすぐ130。もうすぐ130。すごいね。めちゃくちゃ世の中の人聞きたいんだね。あれ、すごい良かったもん、しかも。モリティのスマイル。うん。すごい自然にね、ファーストテイクでも歌うのよ、森七菜が。そう、ちょっとたまに途中でコード絡まったりするの。はいはいはい。俺さ、あれどうなんだろうね。可愛かったね、あれも含めて。あれを起こせるって俺、天性の才能だと思うわけよ。そうそうそう、何事もなかったよね、そう、こうね。もしかしたら、だからモリティもかかってんのかもしんないね。そうそうそう。いやいやいや。かかってないわよ。スマイルだってば。スマイル森七菜スマイルよ。黒板書きます。そうそうそう。あ、何回も見ちゃった私もファーストテイク。いや、あれいいよね、わかる。マイクに鼻とかもちょっとぶつかってんだよ。よーく見ると。かわいかった。それでは黒板読み上げます。7!
今夜は我が校の7組の担任森七先生が来校。スクールオブロック、今夜も開校です。この曲、はい、さ、今年多分めっちゃ聴いてんのよ、俺。うんうんうん、その、要は自発的にじゃなくても、うん、いろんなところで、はいはいはい、それこそラジオとか、うんうん、で、うちでももちろんいっぱいかかるじゃん。そうだね。でも聴けるもんね。そうだね、わかる。俺、それってすごいことだと思うんだよね。すごいよ。こんな癖にならないよ。なかなか、うん、そう癖になってんのに癖にならないっていう、そのなんか、うん、両面持ってる感じがさ、あ、なるほどなるほど、そうだよね。それがすごいというか、そうだね。いい意味でのこの無機質感もありつつ、でもしっかり個性もある感じ。ね、素晴らしい世界です。彼女は、ね、はい、すごいね。森奈々、スマイル以上。スクールオブロック、ブルボンがお送りします。東京 FM から全国38局をネットしてお届け、スクールオブロック、校長の小森です。ロックのスペルは LOCK、 教頭のペです。そして生放送教室には我が校の7組の担任、森七菜先生。こんにちは。あ、こんばんは。これです。そうだね。これが才能です。確かにね、ナチュラルね、自然ですよ、本当に彼女は。はい。あんな自然にさ、はい、夜10時にこんにちはって言えるんだよ。何も考えてない。本当にその時の言葉を大切にしてますからね。よろしくお願いします。7月以来の生放送教室ですが。え ?2 ヶ月か。2ヶ月前か。なんかさ、だいぶ前に感じた。感じます、感じます。ね、なんでだろう、はい。久しぶりに来たなと思ったら2ヶ月ぶりだけど。うんうん、2人仲良くなったんでしょ、なんか。まあ、でも一回ぐらいしかご飯行ってない。そう、一回ぐらいしかご飯には行ってないけど、かなり頻繁に連絡を取ってて、メールとかしてて、そう、なんかね、森七が地方に映画とかドラマの撮影行く前の日に行ってきますって LINE してくれ、あ、LINE ってか連絡してくれんの。意味わからんよ。この中。そう、行ってきますってね。それで、持ってくリュックには、ペイさんの幼少期の写真の、そう、キーホルダー？キーホルダー。いや、笑わない赤ちゃんのキーホルダー、私の。意味わからん。そうそう、あれを魔よけとして、お守りとして、つけて、そうそう、撮影に臨んでくれてんだよ。そんな中になったって俺知らなかったよ。この間だって生放送教室来てくれた2日後に、そうです、一緒に渋谷で韓国料理食べに行って。あ、そう。そう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 。スマホケースも買って、あ、そう、スマホケースも一緒に選んで、はい、選んでくれたんでしょ、それ。選んでくれたね。そうですね、多分一緒に、そうそう、はい、私が一緒に選んだ、一緒に、そう、ね、一緒に選んだ、一緒に選んだ、なんつって、そう、私がなんかボソボソなんかそのスタッフに聞きたいことつぶやくと、それをなんか森七が代わりに聞いてくれるんです。マネージャーみたいに、これもう一食あるかしら、私が言ったら、すいません、これもう一食ある。やめなよ。森七菜にさ、逆だろ、どう考えて。森七菜がボソって言ったのを京都が言う。これもう一食あるかしらね、ちょっと聞いてみますね。どっちの方がいいと思うって。どっちの方がいいと思う。めちゃくちゃいいじゃん。そう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 、仲良くやってます、ね、はい。さあ、森七菜先生、うん、そしてね、久しぶりに来てくれたら、うん、真っ先に、はいはい、カボスくれて。カボスをね、はい、うん、これなんでカボス、うん、私、大分県出身なんですよ、うん、だからその説明だけだとギリ、ああなるほどねになんないのよ。分かるよ、大分市だ、カボス、大分出身なのも分かる、有名なのも分かるけど、はい、ね、な、意味分かんないじゃん、その後もうちょい欲しい、気持ちね、だからめちゃくちゃいいにあるんですよ。送られて送られてきたのよ。そう、それは先に言わないと。そうです、お母さんかなんかから送られてきたでしょ、大量のカボスが。そうです、そうそう、だから地元の人が、そう、皆さんにも、はい、そうそうそう、お分け分けしてくださいって言われて、そうそうそう、すごいスタッフにもね、そう、手渡しで配ってくれて、で全員が声を揃えて、カボスですか、なんでですか、大分出身なんで、そうそう、あーって言ってたけど、俺ら二人には、いや、あーにはなんない、絶対その説明だけじゃんってね。そうそうそう、
察してくれよって感じだね。そうそう、7からしたらね。いや、そうでね。はい、してません。ハボスでしょ。そうそうそう、動いたしそうそうそう、分かるだろうって、うん、ぜひお家でね、はい、ぜひ。なんかご飯、え、何におすすめ、これ。これは大人の人にお酒とかも合いますし、うん、普通に子供でもジュースとかにも、そうかそうか、ガムシロップとカボスと炭酸水でめちゃくちゃ美味しいカボスジュースできる。おしゃれ。おしゃれですね。いいね。あとなんかお味噌汁にも合うって言ってた。めちゃくちゃ美味しいんですよ、お味噌汁に入れると。やってみよう。味噌汁カボス、はい、今まで味わったことない味が味わえます。大使みたいになったね。カボスだよ。なんか掴まされてる、はい、カボスに。はい、金柑類は、はい、何、柑橘類はあのカボスが一番だ。待って、もうむちゃくちゃこの人。いいわね、いいわよ、この調子でいいわよ、はい、さあ森永先生、8月31日ファーストフルアルバム、うん、アルバムリリースされました、おめでとうございます。ありがとうございます。びっくりした、アルバムのタイトル、アルバム、そうよ。なんですよ。しかも、うん、はい、あ、そう、そうだ、誕生日だったのよね。はい、そうです。これ私だ。これかよ、雑かよ。引っ張られてんだよ。8月31日リリースの日、森奈々先生21歳のお誕生日。そうだ、おめでとうございます。ありがとうございます、おめでとう。ちょっと立っちゃいましたけど、ありがとうございます、うん、あ、あ、そっか、そう。いやいやいや、じゃあ、おめでとうじゃねえんだよ、誕生日が。森奈々先生に、そう、誕生日ケーキを、あ、かわいいケーキ、ローブロックから用意させていただきました。すみません、ありがとうございます。じゃあ、早速、もしよかったら、消して。思いを込めて、そうね。なんて。ああ、一本ずつ消していくんだね。ああ、そういうスタイル。そうです、全部見られてますからね、別に。どうですか、21歳。いやー、なんか、実感湧かないですけど、うん、ちゃんとなんか覚悟が湧くといいなと思います、今年は。え、もう大人としての何も変わんないのよ、でもこの人。何歳だろうが。ほんとね。そうそう、なんかそういうのに縛ってこないでって感じだよ。そうそうだよね。ごめんなさい、ごめんなさい。そうなのよ。年齢、いい年になるといいなと思います。そうね。さあ、そしてファーストアルバム、タイトルアルバム、これ、モリティがつけたと。はい。そうなんです、うん、アルバムの中にちょっとすごいいろんな曲が入ってて、うん、たくさんの人に協力してもらったんで、うん、まあなんかこういろんな面が見せれる曲だなと思って、だからこう写真のタイトル、うん、あ、写真のアルバムのようにこういろんな写真を見て、あんなことあったなとか思い出すように、曲を一曲一曲聴いてこういろんなことを思い出してもらえればなと思って、アルバムっていう写真の方、フォトアルバムの方で意味はつけました。なるほどね。写真のように曲たちを聴いて、何かその時の思い出をってね、そんな意味があるのね。意外とやっぱすごいですか、感性が。そうよ。こんな感じですけど。持ってるから。さあ、森奈々先生と一緒に送る今夜の授業は、迷える森の奈々相談室。迷いの森に迷い込んだ悩める生徒の相談に乗っていく森七ロックスのスタンダード授業、今夜は僕ら3人で生徒の相談に乗っていきたいと思います。さあ、毎月2週目のこの時間は森七ロックスをお届けしていますが、うん、今夜は生放送教室にモリティが来てくれてますので、引き続き3人でお届けしていきます、うん、はい、8月31日にリリースされた森七先生のファーストフルアルバム、アルバムですが、うん、ここでまずはどんなアルバムになっているのか、うん、全10曲のダイジェストを作ったので、生徒のみんな聞いてくれ。柔なハートがしびれる心地よい針の刺激、いつでもスマイルしようね、とんでもないことが起きてもさ、可愛くスマイルしようね、何でもない顔して出かけりゃいいのさ。今僕が歌う声は言葉にならない色のよう、君には見えてますか、あの星が、夢が、私のこの想いが、ねえその手で触ってみせて、心まで溶かしてみせて、内緒だよって甘い言葉に溺れた瞳見つめて、つぶてを水に放つ、浮き足
一曲一曲なんかやっぱ表情が違うわね。あら、ありがとうございます。ね、全部顔が違う。本当にすごいわね。ありがとうございます。こんだけ一枚目から出してくるんだね、うん、そう、味をね、わかる。いい味出てる。あ、本当ですか、うん、カボスのようにね。あ、さあ、うまい。それは急にやめて。本当、うん、うまい。大丈夫だった、うん、あ、そうか、しっかりかけて。さっきちょっと失敗したんです。そうだね、挽回しないと。すだちとか言ってたし。森七菜先生ってキャリアのスタートは女優ですよね、うん、そうです、うん、歌い始めたのっていつ頃ですか。は、ラストレターって映画に出させてもらった時で、うん、2年ちょっと前なんですけど、うんうんうん、初めて歌うので初めて主題歌させてもらって、うん、っていうのから始まったんで、だいぶなんかこう華々しいデビューでした。うん、自分で言うのよ。あんまないタイプ。華々しいって自分で言うのよ。自分を。まだいいじゃん、やっぱ、はい。いいものはいいって言ってからね。私が岩井俊二さんで、作曲が小林武さんだったんですよ。華々しい。華々しいさんたち。メインボロを作ると言われるね、小林さんの。え、もともとはアーティストになりたいとか、歌ってみたいとかっていうのあった、うん、いや、なくて、めちゃくちゃ苦手だったんで、嫌いだったんですよ、歌、人前で歌うのが。だけど、歌を聴くのはすごい好きだったんで、なんかでも、天気の子っていう映画をやってから、自分の声をどんどん好きになって、新海監督が私の声をどんどん育ててくれたんですよ。で、自分の曲とかを聴いてて、どんどん好きになってきて、今に至ります。こんな天気の子マジで。あ、本当ですか、見てくれたんですか。しみじみしてるね。天気の子でしょ。天気の子なんてむちゃくちゃ見たよ。あ、むちゃくちゃ家でも買って。初めて伝えたの今こんなにやってんのに。そうだよ、うん、それぐらいの距離の子。いやいやいや、なことないけど。もうね、2週目担当してくれてめちゃくちゃ見て、もう家でも買って友達集めて、はい、見せたりとかしてたもん。ありがとうございます。出た当初、俺が見つけたんだぞバリのあれで友達に。怖い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 。ちょっと、いや、だから声はやっぱもう抜群よ、やっぱり。今日晴れるよね。うん、今日晴れる。あ、明日か。今からです。今から失敗した、ごめん。天気予報しただけだった、ごめんごめん。ただのごめんそんな誰でも言ってんの。そうですか、ごめん。ただのキャスター。天気のことも何でもねえぞ。マジでごめん。でもまあ、なんかこう着実にキャリアを歩んでいって、うん、で今回ファーストフルアルバムっていう形になったんですけど、うん、モリティの歌はじめね、うん、やっぱホフディラン先生のカバーのスマイルで知ったっていう生徒もたくさんいると思うんですけど、うん、自分の歌がどんどんこういろんな人に聞かれていくって感覚はどうですか。やっぱスマイルで一番こう特別に反響を感じた作品でもあったんで、あの子供たちに届いたのがめっちゃ嬉しくて、スマイルのお姉さんになりたいって言ってくれた子がいたらしくて、全然知らない子なんですけど、それがめちゃくちゃ嬉しかったから、うん、今回のアルバムはあの子供たちというか、うんうんうん、ちっちゃい子のことをすごい意識して作ったなっていうのはあります。いや、すごい
しかも今回のアルバム、パフィー先生、そしてスピッツ先生の愛の印、はいはい、カバーしてるんですけど、ね、この選曲は、うん、森七先生自身というか、ね、森 T 自身の選曲なんでしょう、はい、渋いね好きだったんですよ、ずっと。で、うんうん、なんかこう、よく意味も、うん、その、ね、完全に分かんない歌詞だけど、うん、なんか元気もらえる、なんかそういう、分かる、元気もらえる。ミステリアスさがいいなと思って、歌ってみようと思って。また、いい味にしたよね。MV がまたさ、愛の印、ありがとうございます。いい。ミュージックビデオ良かったね。ミュージックビデオがいい。もう女優。そうですか。いや僕やっぱ思うんですよ。やっぱ、はいはい、本当のバンドマンとかアーティストの人って ああいうシーンを撮るってなるとやっぱ照れくさくなっちゃうと思うの。ああいうフリーにじゃあ、はいはいはい、その演奏シーン歌ってるシーン撮りましょうとかってなると、ねうん、多分照れて動けないんだけど、もうこれぐらいやっぱりしっかりキャリアがある女優さんがやるとやっぱその世界観を作り上げるとか色をつけるのがめちゃくちゃうまい。ナチュラルななんか軽快さがすごく詰まってたよね。不自然じゃないの動きに。わかるわかる。あのベースの人のさ音をギューンって聞くやつとかシーンがあるんだけど、あれとか俺だったらすっごいカチコチに聞いちゃうもん。10年撮ってるけど今だにフリーでって言われたらなんかちょっとぎこちない動きするけど、あれはすごいやっぱり。ありがとうございます。あの木ブラシであのこうやってギターみたいにしてるのもすごい可愛かった。デッキブラシでね、うん、スタンドマイクみたいにしてた、ね、あそう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 、カセットテープ歌吹き込むみたいな。そうそうそう。使い方も分かんないんだよ、きっと。分かんないです。はい。それとかやってみました。身内だから、ねはいうん。でもどうですか、ああいうの。やってみて、自分で本当に選んだ曲をミュージックビデオ撮って。すごい楽しかったですし、なんか今ちょうど愛の印がなんかネットで流行って、流行り始めてるみたいで、すごいいいタイミングだなと思って、みんなに聴いてもらえるといいなと。なんか踊ってるらしいです、みんな。え？あ、TikTok とかで？ TikTok とかで。あ、バズってたんだ。バズり始めてます、今。はい。その、パフィーさんのも、スピッツさんのも、バズり始めてるらしくて。すごいじゃない。ラッキー。ラッキーじゃないよ。ラッキーじゃないよ。ハゲーよ、ほんと。何がハゲーなんだ。すごいんだから、あなたの影響力っていうのはね。うわぁ、だから、ちょっとまだね、ミュージックビデオ見てないよっていう生徒はぜひ見てほしい。家の中で踊り出したくなるような気がする。そうだね。ちょっといい？ここでもう聞いて。え、いいんですか？もちろん。お願いします。テンション上げていこう。ぶち上げだもんね。いいね。やっぱり。これいいよね。そう。本当ですか？これいい。この軽快さと、わかる。最後のあの、終わるか終わんないかのところでもう一回上げてくるじゃない。ドゥル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 。めっちゃいい。騒いじゃおうぜ。これいいわ、森七菜。本当ですか？いやいいよマジで、うん、これ聞いてるもん普通に。え、本当にいいですか、うん、聞いてる。 YouTube めっちゃ嬉しいです、うん、ね。頑張ります。何に嬉しいと思ってる今。思ってますよ。だって誰が聞いてるんだろうって、うん、私は思っちゃいます、ね、ちょっと待って、ね、それはちょっと深すぎる。結構喜ぶのって何どういうこと。この曲を私の曲を、はい、私の曲誰が聞いてんだろうなっていたみたいな。今すぐ歌ってんの。はい、生徒頼む。掲示板とツイッターで今すぐ聞いてる生徒は書き込んでくる。いっぱい書き込んでくるし、うん、届けて森七菜に。聞いてるってね、みんな。みんな聞いてる。嬉しい、うん、そうよ、うん、それは素直に受け止めて、うん、あの安心しましたね、うん、今ホッとしました。こんな本当に嬉しくないと笑わないから本当、うん、ほら珍しいよこんな口開けて笑う。いやいやこの人の知ったかぶんないでしょ。そうよね。はい、うん、さあということでアルバム新曲5曲収録されてますが、楽曲提供してくれたアーティストの皆さん結構いますけど、どういう風にチョイスしてったんですか、うん、いやもうなんか手当たり次第に私の好きなアーティストさんの名前を挙げたりとかして。そんなにいけるの。はい、それであのこれを高級くださって、でも私もちゃんとこういうこの人とこういう曲が作りたいっていうのを前提にお願いしてっていうのを話したら、すごい素敵な曲を皆さん作ってきてくださったんで、なんか何でしょう、私の夢が叶ったアルバムといって過言ではない。いやすごいよ。俺やっぱあの元々佐藤千秋さん好きだからさ、あのカタツムリ、そうカタツムリの作曲も入られたりとか。本当に普通にその元々の前身はキノコ帝国から好きだったから、うん、本当に好きでそこまで広げられるのはすごいよね。私もそう思います、うん、あのしかもチャットモンチ の、うんうん、あの福岡さんと共作を、うんうんね、してくださったのがすごい嬉しくて、うん、私も特にお気に入りの一曲なんで、皆さんぜひ、まあ
どれもお気に入りなんじゃない？だって俺、うん、キキビビリリー先生のやつも好きよ、うんうん、ラブログ、はい、あれもむっちゃいいよね。そうですね、歌詞もいいし、うん、ポエトリーラップ歌ってみたかったんですよ。おお、なるほどね。そうです。で、なんか一番聞きなじみのあるアーティストさんはやっぱキキビビさんだったんで、うんうんうん、あのお願いしたいなってことでお願いさせてもらいました。もうね、だから話してくれてたみたいに、うん、本当にその一曲一曲に色があるから、うん、本当にアルバムを見るように、そうだね、人生の歩みを見てるような気分になるよね、うん、うん、確かに一番最初に出したのがカエルの歌なんで、うんうん、2年ぐらいを総編集してるぐらいのアルバムだから、ちょっと長い時間かけて作ったのかなと思います。ぜひ生徒のみんなには、うん、ここに自分の思い出を乗せて自分のアルバムにしてもらいたいところだね、うん、この曲があの時のあれだったっていうアルバムをね、うん、みんなで作ってください、うん、さあ森永先生、この後もよろしくお願いします。お願いします。今日奈々ちゃん来てね。そうだよ、森奈々も来て、偶然なんかこうスクールオブロックの講師陣ウィークが続いた、ね、もうここまで来ると火曜日なんとかなんなかったこれさ、マジでさ、なんでどうにかなんないんだろうね。ここまで来たらね、電話したらどうにかなんじゃないの誰かに、あ、ね、明日さ、誰行く誰行くリサさん俺は無理だよ、もうスプラトゥーンだって絶対言われるもん。あ、そうかそうかそうか、アイナちゃん、アイナちゃんも忙しいしね。アイナさんも忙しいし、誰だろうね、影ひなちゃん、あ、ひなちゃん、あ、ひなちゃんも忙しい、忙しい。私がもう一回来ましょうか。明日来てくれるの？そんな、あ、嘘です、嘘です、今度来たくない。いや、ちょっと、まだ明日ちょっと、明日も来てください。10時ぴったりでいいんで、10時ぴったりでいいんで来てください。9時に入んなっていいんで、お願いします。冗談で言ったらうちらがねマジにするからびっくりして本当に訂正してさあ、ということで、森奈々先生をお迎えしております、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、ほら、あのツイッターで、うん、あのアヤノッティが、うん、スクールオブロック始まる前も森奈々先生の曲聴いてました。ほら、本当ですか、ね、ありがとうございます。嬉しい、なんかもう実感湧かないんですよね、なんか、うん、なんかだから、うん、会って話したいなっていう気分になりますけど、やっぱり、そうかそうかそうか。まあ確かにね、特にこのご時世、うんうん、直接何かっていうこともなかなかね、難しいからね、うん、確かにそうかもしれない、うん、でも聞いてるから、うちの生徒は。ありがとうございます。届いてるわよ。さあ、嬉しいです。森奈々先生迎えてくる今夜の授業は、はい、迷える森の奈々相談室。迷いの森に迷い込んだ悩める生徒の相談に乗っていく森ナナロックスのスタンダード授業、今夜は僕ら3人で生徒の相談に乗っていきたいと思います、はい、じゃあもう早速電話いきましょうか。はい、もしもーし、もしもーし、校長の小森です。教頭のペイです。そして森ナナです。北海道17歳ラジオネーム緑茶杯です。緑茶杯、うん、緑茶杯、はい、17歳、学年は高3です。うん、高3。ちょっと緑茶杯、はい、森奈々先生のアルバム聞いた？聞きました。 ありがとうございます。届けて、めっちゃ届けて、もう一回もう一回ちょっと森奈々先生聞いてますって言って、うん、めちゃめちゃ聞いてます、大好きです。 ありがとうございます。結果届きました。もうすでに2人ゲットします。そうだよ、ありがとうございます。ここは4です。そうですよ、ありがとうございます。カオル先生入れたら5です。初期入れたらもっといます。みんな聞いてくれてるから。どの曲好きだった、緑ちゃん？ラブロブがすごく好きで、なんか嫌うね。これちょっと嫌うね。そう、どんなところが好きだった？いや、なんか明るい曲調が私の中で多いイメージだったので、大人っぽいなんか新鮮な感じがしてとても好きでした。ありがとうございます。頑張って歌った甲斐がありました。照れてる。なんかどう返していいか分かんない人のトーンだもんね。熱くなってきましたね。ますよ、森永先生。さあ、ちょっと書き込み見たけども、うん、なんかちょっと今悩んでることあるんでね、うん、はい、うん、今結構高3なので受験勉強中なんですけど、うん、昔からあんまり息抜きが上手じゃなくて、うんうんうん、ストレスが溜まってきちゃってちょっと困ってて、うんうん、息抜きのうまい方法を教えていただけたら嬉しいなと思って書き込みました。うーん、今はまあそうか、高3で受験真っ只中か。はい、うん、どうなの、自分のこう実力と狙っている大学のこう、うん、レベルっていうのは上の偏差値の大学なので、うん、もっと頑張んないといけないなと思ってます。うん、今はどれぐらい勉強してるの、一日、うん、
うん、夏休みは、うん、もう頑張って一日10時間超えるぐらいはやりました。すごいね、頑張った、頑張ってる、頑張りました。すごいことだけどね。え、塾も通ってるの？はい、塾も行ってます。じゃあ結構空気も、そうですね、みんなピリピリしてて、そうか、しんどいな、確かにな。はい、なんか10時間何かやるとかってあります、うん、お芝居ぐらいしかないです。でもできるんだな、すげえな。確かに10時間ぐらいまではいかないですけど、うんうん、何時間泣きっぱなしみたいなことってあったから、うん、すごいね。そういう時はでも全然時間あっという間なんですよ。でも、うんうんうん、勉強何時間っていうのはしたことなくて、うん、ちょっと考えられないんですけど、うんうん、なるほどね、うん、確かにある？10時間もなんか今日ともう寝ることしかないね。俺もほぼやってるから私もしかないわ。でなんか結構切羽詰まってきて息抜きしたいみたいな。はい、あ、できてないんだ。あんまりうまくできてないですね。確かにこれ息抜きって何してたら息抜きになるのかっていう問題もありません？うん、何かある？なんだろう、ななちゃん、私、うん、なんかやらなきゃいけないことを前の前にしてぼーっとするのが一番息抜きになります。その全部前の前に広げてやらないっていう選択肢を取ってるっていう今の自分に一番リラックスする。どういうこと？どういうこと？難しいな。もし台本とか覚えなきゃいけないってなったら、はい、台本を目の前にボンと置いて、置いて全然違うことを寝るとかして逆らうの？逆らうことで、あ、なんかこう後で自分のことも追い込められるし、はあ、そういう力で私は台本がいろいろ覚えられたりするんですよ。あ、強いわこの人。だから真逆かもしれないです。あ、追い込むことができる人のやり方かもね。ああ、うんうん、なるほどね。私もちろんなんかやらなきゃいけないことのスケジュールも立てたりはするんだけど、なんか息抜きスケジュールみたいなのも立てたりするんだよね。なんかなんだろうな、わ、この日ちょっと自分疲れる仕事だろうなとか、なんか疲れる人と会うだろうなみたいな日は、次の日に絶対に息抜きのスケジュール、息抜きっていうもうスケジュールを入れるというか、そうそうそう、もう息抜きも用事にする、スケジュールにするっていうので、なんかバランス取ってるかもしれない。日を分けてやってるってこと？その日の、その日に仕事、息抜きじゃなくて、そのパターンもあるし、なんか早めに仕事が終わったらね。だけど、うん、もう、わーって一日入ってたら、もう次の日は何にもしないとかっていうのを、うまい具合にこう、スケジュールにもう入れる、それを、うん。で、自分を保ってるかもしれない、そのメンタルを。緑茶杯はそういうスケジュール組むのはうまいタイプなの？あ、スケジュールは組むんですけど、うんうん、できない。あー。なんか、うんうん、うまく、やろうやろうって思って、うん、スケジュール通りにやっても終わらない時の方が多いかもしれないです。ああ、それで結局伸びちゃって伸びちゃってみたいな。はい、うん。何か好きなこととかあるの？その息抜きになりそうな。あ、受験期になる前までは、うん、本当に読書がめちゃめちゃ好きで、本を読むことで息抜きしてたんですけど、うんうん、受験期になって本を読むのは時間かかるじゃないですか、やっぱり、うんうんうん、だからその時間も他の人が勉強してるんだって思ったら、それができなくなってしまって、そう思っちゃうとね。はい、でも今でも本を読めば少し息抜きにはなったりはするの？あ、たまにちょっと読んで、うん、でも閉じてみたいな感じで、なかなかちょっと終わらないみたいな。そうかそうか。難しい、ね。なんだろうね。短編で読めるものをちょっと取り入れるとか、うん、短編集みたいなもの、はい、かま、できないところにも行くしかないよね、勉強が。ああ、確かにね。緑茶杯の場合。そう。緑茶杯の場合は勉強できる環境が目の前にあるから、生き抜けないってことでしょ、多分。そうですね。できちゃうから、多分。あ、やんなきゃ。そうだね、気持ちがね。教科書開いてノート開いてできるところにいるから、うんうん、友達の家行くとか、そうだね、喫茶店行くとか、もう今、あ、これ私がこういうことしてる時に誰かが勉強してる、ね、勉強しなきゃっていう時間を作んない。うんうんうん。うん、そうだね。もう何にもない状態のところにもう飛び込んで、
と。森七菜と逆スタイルだけど、ちょっと。確かに。そうそうそう。でもそのぐらいしないとそうかもね。そう。じゃないと無理だと思う。喫茶店とかだとでも勉強してる子とか見たら、あ、自分もやらなきゃってなっちゃいそうだから。まあね、もっとか。もっと離れないといけないのかな。そうね。スポッチャと。あー、そうだね。うん、満喫とか。もっと解放されたところね。そうだね。そういうのだとどう?うん。あ、確かに。うん、なんかもともとあんまり外出しないので、外出てみるのはいいかもしれないです。ああ、そうだね。川とか海とか近くにあったりしないの?あー、ちょっと、山ばっかり。ああ、山でもいいよね、でもね。森の中でもね。森の中に。じゃあ、山の近くの空気吸ったらさ、じゃあとかって言ってね。レジャーとかだったらありっすよね、多分ね。そうですね。ああ、いいね。ソロキャンプ?時間忘れそうですよね。ソロキャンプ?違うかもけど。北海道でソロキャンプ。けど、確かに時計がない場所に行くのいいかもしれないですね。あと、私思ったのが、目に見える、その、どんだけのページをやるとかじゃなくて、時間、何時間やるっていうのも決めて、その時間に達成したら自分はもう終わりっていうので、ちゃんと目に見える表を書いてると、なんか休んでる時も私はこんだけ勉強したっていうのを、過去が見えると安心できるんじゃないかなって、確かに。思いますけど、守れる多分、緑茶ハイさんだから、そうするといいんじゃないかなって思いましたけど。達成感がね、見えるとね。目に見えた方が。休めるっていう感覚にもなりやすいかもね。なるほど。いいかも。ね、容量で決めてるとね。うん。ああ、時間いっぱいだった。そうそうそう。だけど、10時間って決めたらさ、うん。10時間そうそう。ってなれるっていうね、モードの違いはあるかもしれないね。確かに。ね、そういうのだったらいけそうだもんね。はい。いや、もう本当に、だから適度に息抜きしつつね。そうだね。もう、森のアルバム聴きまくってね。受験頑張って。ありがとうございます。応援してるからね。応援してます。じゃあね、頑張れよ。はい。ありがとうございます。背伸びね。新海監督が作詞の。美しい日本語。甘やかな息、滑らかな指。すごいね。すごい。すごいね。チョイスもすごいわ。選ぶところ。本当?うん。すごいな。滑らかな指ね。甘やかな息。甘やね。すごいね。すごい。どうでしたこれ聞いて。いや、監督の小説を読んでて、天気の子の。で、めちゃくちゃこう、比喩とか、やゆってなんかめっちゃすごいんですよ。なんかこう、普通の人じゃ思いつかない、例え方をしたりするから、なんか展開っていうよりその言葉が聞きたくて小説を読んでる感じがして、私が直接こう、お願いしたんですよ、新海さんに。それで、その場でいいよ、いつか書くって言ってくれて、本当に実現した曲なんで、すごい思い出の曲ですね。確かにそう言われればそうだもんね。そう。思い描くというかね。そう。言葉がすごい美しいね。はい。まだまだ生徒からのメッセージ待ってます。今夜の授業は、迷える森の七相談室。学校掲示板メールすべては、スクールオブロックのウェブサイトから、公式 LINE アカウントからもメッセージをくれます。そしてこの後一部地域を除いて、我が校飼育小屋より豆島ロックスをお届け、森七菜先生、11時台もよろしくお願いします。お願いします。